感もすごい良かった。7番ですもんね。そうです。フェースにこのボールが乗る感覚がすごいしたので、打った時に気持ちいい。なるべく7番を使わないように普段ゴルフ行くんですけど、当たりますね。綺麗に上がってましたね。はい。低重心化にしたことによって球が上がりやすく、かつ飛距離もさらなる、アップにつなげております。ちょっとダフローが何しようが抜けがいいから、すごいいいと思います。はい、皆さんこんにちは、並木です。今回はですね、2023年3月に発売予定の、オノフレディについていろいろお話をしていきたいと思います。今までのオノフレディさんの、特徴としてはですね、飛距離アップだったりカラーカスタムを行えるなどあったんですけども、2023年モデルはですね、上質な大人の女性ゴルファーへフォーカスしておりまして、その中でもキャッチコピーは飛びと彩りのオノフレディとなっております。私もまだ見ていないので、どんななのかとても楽しみです。ということで今日は、私だけではなくですね、他にもゲストをお迎えしておりますので、ご紹介していきたいと思います。まずお一人目のゲストはオノフ契約のプロゴルファー、飯島あかねプロです。はい、お願いします。お二人目のゲストは元ミスインターナショナル日本代表の金ヶ谷悦子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして3人目はグローブライド株式会社の富張さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、このようなメンバーで、お話ししたり指導していったりしたいと思います。皆さんよろしくお願いします。お願いします。今回指導していくのはオノフアイアンレディです。飯島プロ、どのような特徴でしょうか。そうですね、飛距離不足に悩む方、はい、その方にもおすすめ。そして女性ゴルファーに当てはまるあることに注目して、低重心化を図ったんですよね。なるほど。富張さん、はい、詳しくお願いします。はい、女性ゴルファーを対象にアイアンの、打点テストを行いました。その結果、多くの女性ゴルファーがフェースの下打点で、球を当てているということが分かりました。そのためですね、さらなる低重心化を、目指しまして、前作よりも倍近い高比重のタングステンを、ソールに配置しまして、低重心化を図っております。球が上がらないっていうのが一番の悩みかと思いますので、低重心化にしたことによって球が上がりやすく、かつ飛距離もさらなる、アップにつなげております。へー、はい、やっぱこの高弾道だと、それって飛距離もつながるんですか。もちろんです。はい、やっぱそれが大事なんですね。なるほど。それではここからオノフアイアンレディを打っていきたいと思います。私はまず7番です。おー、おー、わー、ナイスショット。待って、結構飛んじゃった。すごい飛んだ。すごい飛んじゃった。いや、高さもすごい良かった。7番ですもんね。いや、7番なんですよ。今ちょっと自分でもびっくりします、あとやっぱフェースにこのボールが乗る感覚がすごいしたので、打った時に気持ちいい。音も良かったですね。オノフアイアンレディ7番を打ちたいと思います。さっきからずっと気になってたんですけど、すごいキラキラしてるんですよね。これは何かあるんですか。はい、ヘッドの最後の仕上げとしてメッキ加工をしております。メッキ加工、だからキラキラしてるんですね。そうなんです。すごい輝いてません。可愛、はい、いし、ちゃんとそういう機能もあるという。では打ってみたいと思います。はい、いい球、ナイスショット。ナイスショットです。なんか苦手って言ってましたけどね。確かに、しっかり球があって捕まってますね。はい、すごい苦手なんですよ、本当に。なのでなるべく7番を使わないように普段ゴルフ行くんですけど、でもなんかこう当たりますね。綺麗に上がってましたよね。はい、あとちゃんとこう拾ってくれるというか、当たった感触っていうのはすっごい感じられる、やっぱ気持ちいいですよね。気持ちよかったです。と低重心化でね、下にちょっとトップしたのもちゃんと飛んでくれるから、そういう手助けもしてる感ありましたよね。そっか、そういう機能もあるんですもんね。あとそういえば傷、あ、どうですか。あ、そうだ、確かに、
あ、ついてない。あ、ついてない。綺麗。そうね、並木ちゃんもね、そう、綺麗。キラキラのままですね。輝いております。アイアンも好きになれる感じがね、しますよね。確かに、はい、これだったらもうアイアン打てる。一歩ずつ好きになります。私はオノフアイアンレディ9番アイアンで打ってみます。うわあ、すごい。ナイスショー。入るんじゃない。すごいいい。めちゃくちゃいい。すごい。ちょっとダフローが何しようが抜けがいいからミスがない。うん、はい、いや確かに。だってもう入るかと思いました。めちゃくちゃ良かったですね。距離も出てるしね。うん、はい。9番でね、120ちょっと飛んでますからね、すごいいいと思います。バンカー苦手な人って私みたいにすごく多いと思うんですけど、そんな人でも結構簡単に打ってちゃう、今の高さなかなか出なくないですか、めちゃくちゃバンスのいい音してましたよ。いい感じに出た。今回試打していくのはオノフアイアンレディのサンドウェッジとフロッグウェッジです。飯島プロ、はい、こちらそれぞれなんですけども、はい、特徴はどのようになっておりますか。そうですね、普通のウェッジは、はい、バンカー嫌いじゃないよって方はこっちのウェッジの方がいいのかなっていう。あ、そうなんですね、はい、うんうんうん、でこっちのフロッグウェッジ、はい、これはバンカーもう出ないよ、なかなか出ない、開けないよって方がおすすめで、うんうんうん、こちらはバンスにすごい秘密があります。確かになんか見ただけでも全然形が違うんですよ ね、はい、かなり分厚いですよ ね、 ね、気になりますよね、はい、うん、じゃあここでまた富張さんお願いします、はい、そうですね、こちらソールの中央部をへこましてダブルバンス設計となっております、うん、特徴はバンカーから潜りにくく、うん、砂を弾いてくれますので、うんうん、簡単にバンカーから脱出できます、うん、またフェースを開かず、構えてそのまま打つことができますので、うん、フェースを開いて球を上げるのが苦手な方なんかにもぜひ使っていただきたいです。確かに、はい、バンカーショットとか結構開いてとか言いますけど、どこまで開いていいのかが分かんないですよね、うん、それでなんかもう3回4回私なんか打っちゃってへこむっていう日々を過ごしてますけど、うんうん、ね、もう開かずそのまま構えてください、うん、です。ありがとうございます、はい、優しい、ありがとうございます。また今回はフロックスリープオリジナルデザインのシャフトがなりましたので、うん、はい、違う、確かに、あ、かわいい、なんかカラフルですね。そうなんです、本当だ、フロックスリープって、フロックスリープのデザイン、そうです、フロック専用のデザインとなっておりますので、かわいい、はい、皆様ぜひお試しください、うん、文字の並び方も、うん、弾道、弾の弾道を意識した配置になってます、少し盛り上がってて、ピョンって、はい、ピョンって、あ、弾道、はい、弾道だ、遊んでますね、はい、そうなんです、描いてるんですね、こちらも皆さんこだわってますね、はい、ね、うん、ちなみにちょっとこっちの説明も、ね、こっちもね、はい、ぜひお願いしたいんですけども、はい、こちらはですね、はい、アイアンからの流れとして使えるヘッドの形状となっております、うんうん、少しやはりヘッドが大きくて気になるっていう方なんかには、うん、7番アイアンからの流れとして、使える形状なので、構いやすいっていうことも、あります。ここはもう自分のお好きな方を選ぶっていう。そうですね、はい、うん、次また出していきたいと思います、はい、それではここからはこちらオノフアイアンレディのサンドウェッジ打っていきたいと思います。今回はバンカーショットですね。おお、うまい、いい感じに出た。あれ、すごい、すごいですね、すごいですねって自分出ましたねめちゃくちゃバンスのいい音してましたよ、うん、そう、そんなに得意じゃないんですけど勝手にこうフェースが走ってくれて、うん、出てくれる感覚がありました。スピンも効いてましたね、確かに止まりましたね、うん、すごい、え、言うことないですけど、ね、私もちょっともうこれでいいんじゃないでしょうか、え、はい、何がそうさせたんですか、うん、こう苦手だって言っててもね、はいはいはい、今の高さなかなか出なくないですか、うん、はい、若干ウェッジですので、うん、7番アイアンと比べて少しバウンスを入れております。あ、バウンスね、はい、はい、へえ、そうですね、抜けがよく非常に球も上がりやすい、うん、はい、操作しやすい、若干操作しやすいアイアンとなっております。嬉しい、素晴らしかったです。見事でした、ね、いや、ナイスバンカーショット、うん、私はオノフフロックスリープレディこちらを打っていきたいと思います。これすごく特徴的な形状ですよね。
かつあのバンカーですごくこの有名なクラブなんですけれども、やっぱデザイン性が可愛くってカエルちゃんが描いてるんです。あの私バンカーめちゃめちゃ苦手なので、こうピョンと出てくれることを願って打ってみたいと思います。おお、ナイスアウト出た、すごいすごい、ナイスです。私バンカーなかなか1回じゃ出ないんですよ。うんうんうん、すっごい打ちやすかったです、ね、うん、やっぱりこうバンカー苦手な人って私みたいにすごく多いと思うんですけど、うんうんうん、そんな人でも結構簡単に打てちゃうっていう、うん、確かにそうです。特徴的なのって、はい、やっぱバンカーってちょっとフェース開いてパンスにこう構えないといけないと思うけど、はい、これ開かなくていいから、はい、初心者の方とか開けないじゃないですか、うんうんうん、本当にショットと同じ感覚で打てるから、うんうんうん、ね、それでいいんですね、うん、楽ちん。カエルがぴょんしました。しましたね、しましたよね、しました。あとフェースの面もしっかりミーリング加工しておりますので、うん、スピン性能もすごい、はい、しっかりしております。欲しい、これだけ持ってないんですよ。あ、そうなんですね。買おうかな、皆さんは。ちなみにどちらの方は良かったですか。さっきイジョンプロがおっしゃった通り、うん、初心者とかそのまま打つ人がいいのはこっちで、はい、私ちょっとさっきやっぱちょびっと開いた意識があったので、うんうんうん、それで打ちやすい人はこっちって感じですよね。はい、そうですね、うんうん、オノフのアイアンは7番からピッチングまでの4本セットで販売しておりまして、その下のウェッジはこちらの3度か、フロックスリープ2、ウェッジ、うん、こちらをどちらかお選びいただくことができます。選べちゃうんですね、はいはい、そうなんですね、はい、じゃあ好きな方選んでいただいて、ピョン様の虜です。ピョン様。じゃあ私はこっちかな、サンドイッチで。どっちでもね、全然自分の好みで選べるからね、いいですね、はい、うんうん、ということでここまで、オノフアイアンレディ、そしてオノフアイアンレディ、サンドイッチ、そしてオノフフロックスリープレディの方を打っていきましたけども、飯島プロいかがでしたでしょうか。はい、私は9番アイアン打ったんですけど、うんうん、やはり低重心化を測ってるので、はい、ね、ここの薄く当たっても飛距離が落ちずに飛ぶっていうね、うん、それが魅力的だなって感じたし、うん、やっぱね、変なとこ当たって、ね、飛ばなかったらやっぱスコア出ないし、思うようにいかないから、うんうん、すごい手助けしてくれていいなと思いました、はい、プロでも一押しの一つってことだったんですね、うん、あと傷つかないね、うん、あ、確かにそれ大事、大事、ね、ガチャンってやってもあって思わないからね、いいなと思いました、うん、はい、長く使えますね、はい、さあ続いて金貝さん、はい、どうでしたか。なんかバンカーに入ると、うん、まず気持ちが落ち込むじゃないですか、うん、バンカーだーって、うんうんうん、でもあの、まあ、このカエルのようにカエルのようにピョンと本当に出るのかなと思って実際に打ったら、うん、一発でピョンと出たので、はい、すごいなと思いました。そうですよね、はい、なかなかないですよね、そんなすぐ出るやつね、うんうん、であとやっぱデザインが可愛いですね。確かにね。そうなんですよ、こだわってますよね、こだわってますよね、ピョコンとして打ちやすいし可愛いし、うん、これちょっと手放せないなと思ってます。そうですね、言うことなしですね、うん、さあここまでオノフレディ2023を打ってきましたけども、感想の方をお聞きしていきたいと思いますが、まずじゃあ金谷さん。はい、あの自信がつきました。おお、で本当のオノフさんの、はい、凛としてしなやか、うんうん、かつまあ強さがあるっていう、うん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 、なんかそれを体でこう実感できたなっていうのを感じました。今持ってるクラブよりも、はい、なんかこうバージョンアップしてるから、はい、よりこう自分にの自信がパワーアップした感じで、はい、販売めっちゃ楽しみですね。あら、これ売れちゃいますよね。ありがとうございます。もう買い替えはですか。はいはいはい。あ、そうですよね。そう、だってまだ始めなきゃ。いやでもね、それくらい欲しくなっちゃうようなクラブだったってことですよね。続いてじゃあ飯島プロ、はい、プロ的にはどうでしたか。やっぱ女性って球を上げるの苦手なんですよ、うんうん、でもそれが実現できてるから、はい、で飛距離も落ちてない。確かに最高ですよね。本当ですよね、うん、いいところ取りちょっとしてるクラブって感じですよね、はい、そしてね、私が打っても、うん、A で打っても、うん、あ、スピン多くかかってるなって感じじゃなくて、この高さもすごい良かったです。球の出方、確かにめちゃくちゃないショットでしたね。強さもあったから、うんうん、すごいいいと思いました、はい、スプロからも絶賛ということで、はい、ありがとうございます。
さあじゃあ続いて最後にですね、はい、富張さんからお知らせがあるんですよね。はい、はい、こちらの新作オノフレディは全国で開催している、オノフの試打会と、オノフ取扱店舗様で、ご試打いただけますので、うん、皆さんぜひ手に取って体感してみてください。確かに一度はね、はい、皆さん行ってみてほしいですよね、はい、ちょっとやっぱ見てるだけじゃ分かんないところもありますもんね。打つと全然また違いますよね、うん、印象変わりましたね、うん、変わった、はい、ということで皆さんもぜひ足運んでみてください。セイダ最後にイジナプロ締めをお願いします、はい、そうですね、オノフレディ皆さんこのね飛距離をぜひ実感してみてください。はい、皆さんお店でお待ちしております。お待ちしております。ありがとうございました。